お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、ランクル80のオルタネーターをね、交換していきたいと思います。で、リビルト品をね、ただいま届きました。で、今回ね、なんでそういう風に交換になったかっていうと、電圧が、エンジン始動時に 11.5V ぐらいしか上がらなくなって、まあ、しばらくすると 13.何V とかなんですが、まあそういう状態が出たんで早めに交換していこうと思います。こんな感じです。ちょっと今オルタネーターのね、発電が弱いですね。 11.3V 今エンジンかけてますね。これはもう行っちゃってるかもしれないですね。はい、これはダメなんでね、交換し、あ、やっぱそうですね、少し回転あれすると戻りますんで、これはちょっとあんま良くない状態なんでね、変えたいと思います。保証書になります。保証書ですね。交換時のお願い、ちゃんとした業者さんみたいですね。はい、まあ、また外したやつもお見せしますが、はい、今回外したやつですね、あの兼用品番じゃなくて専用品番で、注文しました。はい、それではね、早速交換していきたいと思います。はい、それではね、作業の方をね、開始したいと思います。とりあえず作業スペース確保のため、パイピング類をね、外していきたいと思います。で、ターボのとこのバンドと、ブローバイホースと、エアクリーナーのね、蓋を外せば、作業スペースがね、十分確保できます。で、あの 1FZ モデルの方もね、交換したんですが、その時はですね、あの YouTube やってなかったんで、ブログだけ、アップしています。それはね、もしよろしかったら、あの、説明欄に貼り付けときますので、よかったらね、見てください。で、1FZ も、こっちの 1HD のね、モデルも、まあ、比較的ね、ランクルはスペース大きいからね、あのやりやすいですが、車高をね、上げてる分、下からがね、ちょっとね、手が届きづらくてね、やりづらくなっちゃってることもありますが、まあ比較的ね、ぎゅうぎゅうに詰まった車よりはね、すごくね、やりやすくなっています。
ですね、取り外しの時ですが、だいたい感覚であのボルトがねどの辺についているかとかね、あの目をつぶってね、あの位置は確認しておいた方がいいです。どんな感じで止まっていたかっていうのはね、あのほとんど見えないんで、あのあとは感覚でねやっていくしかないんで、取り付けの時はその感覚がすごく大事になります。ですから外す時はねガッチャリ一気に外さずに、まあちょっとね手で確かめながら、まあこんな風にこのぐらいの角度でボルトが入ってるんだなとかね、あの見ながらねやっていった方がいいかなと思います。あの角度変えればね多少は見えるんですが、手入れちゃうとね全く見えなくなるんで、あの取り付けの時はね感覚だけがね頼りになります。はい、そんな感じですね。で、まあ、テンショナーをね、緩めて、配線等を2箇所外して、ボルト2本を抜けば、オルタネーターの方はね、簡単に外れます。はい。なんでね、ちょっと本当だったらですね、コンプレッサーも外してね、緩めて、ちょっと脇に避ければ、視界が良くなるんですが、古い車ね、あんまガチャガチャでコースとかいじるとね、良くないんで、まあこのままできればこのままやろうと思ってね、私はこのままやっています。はい、オルタネーターのね配線を外していきます。で、配線を外すときですが、ソケットでねくるっと回しちゃうと、そのままレンチで回しちゃうと一緒にね共回りしてしまうので、端子の方をですね必ずフライヤーか何かで押さえてね回してください。はい、端子がね緩んだんで手で回して、ナットを手で回してね配線の方を外していきますが、この配線ですが、オルタネーターのね、取り外しの時に、脱落防止のために、もう一回仮付けします。はい。ボルトを抜いた瞬間ね、落ちてくると、あれなんで、一回戻します。で、後ろに入ってる配線も抜くんですが、抜けなくてですね、これが、がっちりついてるんで、プライヤーでちょっとね、こじってあげて、抜く感じにしました。はい、下からのね映像になります。と今ね矢印のところのボルト1本をですね抜けばオルタネーターはね外れる感じになります。
はい、こちらはね、取り外したね、オルタネーターです。まあね、これもリビルドで、後でね、交換時期をね、前のオーナーのね、交換時期が、記録簿に載せたんでね、紹介しようと思います。で、こちらですが、若干音がね、出てますね。だからちょっと温まるまではね、調子悪いんでしょうね。こちらがね、リビルドになります。うん、やっぱいいですね。はい、あ、ここに書いてある2012年9月14日に出荷になってますね、こちらの品番は。純寒冷仕様、こちらもね、純寒冷仕様なのか、110アンペアのものになります。で、ヤフーとかに出てるやつでね、共通品番でありますけど、あれはね、アンペア数の少ないものとかなんで、できればね、今ついてる車両状態の品番を調べてね、購入した方がいいかなと思います。で、今回はですね、コア返却なしで購入しました。で、だからちょっと高かったんですが、こちらはね、またオーバーホール用に取っとこうと思います。はい、そんな感じでね、これから交換つけていきたいと思います。以上です。こちらがですね、前回交換した時のね、記録簿が残っていたので、こちらに載せてみました。平成24年9月27日の車検の時にですね、20万911キロで交換しています。ですから、7万キロちょっとですね。それで、少し不具合が出てきたのかなという感じです。で、外したやつね、まだまだ使えると思うんですが、ちょっとね、旅とか出かけてね、まあそこでね、ロードサービスにお世話になるのもね、かっこ悪いんでね、予防整備ということで交換しますが、本当はね、まだまだ使えると思います。はい、まあたまたまね、ゴミが詰まったかね、ちょうどね、湿度の多い季節だったので、エンジンかけたての時がね、ちょっと悪いところをね、私が発見しちゃったのかなっていう感じもしますが、まあ予防整備ということでね、いくらもしないんで、やっとくのがね、いいかなと思ってやりました。こんな感じです。はい、今ね、地味な作業でどんどん進めていますが、前にやったランクル80のガソリンの方ですね、1FZ の方ですが、あちらの方がですね、スペース的にちょっとね、やりづらかったのかなっていう感じはあります。
こちらのねディーゼルの方が広くてねなんかやりやすいなとは思いますね。で今回交換してるわけなんですが、まあ最初の方にね動画にありましたが、11ボルトぐらいでねになってて、まあ急に電圧が上がったりするっていう症状が起きてると、それってねほとんどね気づかないんですね。でそういう症状でね気づけたのはね、あれまあ電圧を見れるものがあったのと、たまたまねこうなんか知んないけど車に行ってちょっとねエンジンかけていたらですね、まあその症状を発見しまして、今回ね交換できることになったんですが、まあねそれに気づかなかったらね、どっかね遊びに行ってる時にね帰りライトつけないで帰ってくるとかね、そういう風になっちゃうから、まあ本当にとっても良かったなと思います。はい、締め付けの方もね、OK ですね。で、これで締め付けて、次はですね、端子の方をね、締め付けていきたいと思います。
はい、端子の方をね、配線の方をね、締め付けていこうと思います。でこちら締め付けるときもですね、やっぱし共回りしないようにしっかりと押さえてあげて回して締め付けてください。で、コネクタをね、戻して終了となります。これがですね、結構硬くてね、なかなかはまんなくてちょっとね、苦戦しました。奥までね、カチッと入んないんですね。まあパッキンとかしっかりしてるんで、それで入りづらいと思うんですが、はい、これでね、入りました。はい、オルタネーターのね、取り付けが完了したんで、パイピング類をね、戻していこうかなと思います。まあこちらはね、まあこれだけしかバラしてないんで、ターボチャージャーの方のパイピングをはめて、バンドを締めて、ブローバイホースを挿して、エアクリーナーボックスの蓋をして、終了となります。13.2V あるんでね、いいかなと思います。これで回転上げればね、14V ぐらいまでのね、13.8、14V ぐらいまでね、いくと思います。はい、こんな感じです。お疲れ様でした。無事に、オルタネーターの方の交換が終わりました。で、次はですね、オプティマのね、1200M をね、2つ入れていこうと思います。で、延長端子等をね、使わず、ちょっとね、自作で線とか作ってね、その時はやっていきたいと思います。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。